高でございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストもまとめていますので、ぜひですね、皆様チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コルセアさん、ついにこんなサイズ出しちゃったんすか。僕はね、驚いております。はい、今回ですね、コルセアさんの提供でですね、キーボードをご紹介したいと思います。そのキーボードとはこちら、プシュ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 、はい、K70 Pro Mini というですね、ミニサイズのキーボードを今回コルセアさんからご提供いただきました。現在の14日に3種類の接続方法に対応するですね、60% サイズの、ゲーミングキーボードとして、発表されたモデルになっておりまして、本当にね、発表したてほやほやの製品になっているんですよ。で、こちらなんですけど、面白いのが、60% っていうのは、まあ、過去ね、いろんな、ゲーミング業界でもですね、採用されていたサイズではあるんですけど、キースイッチがチェリー MX レッドとチェリー MX スピードの2種類ラインナップがあってですね、別売りのキースイッチキットを買えばですね、キースイッチの交換ができる、まあ、いわゆるですね、こちらキーボードになっているんです。それは新しくねって思って、通常ね、僕も今使ってるこれコルセアのキーボードで、この下の方にあるんだけど、ちょっとカメラで映せるかな、これ、はい、 K100 ってやつなんだけど、こういうゲーミングキーボードっていうのは、いわゆるですね、もう買う前に自分でスイッチを選択して、もうそのキースイッチでずっと使い続けるっていうのが基本的な流れなんですよ。なんですけど、今回のこのコルセアの K70 Pro Mini に関しては、キースイッチを途中で変えることができるので、例えば買ったキースイッチでちょっと飽きてきたなとか、なんかだんだんとあっちのスイッチも使ってみたいなとか思い始めたらですね、そのキースイッチキットを買ったらですね、カスタムキーキャップとかと合わせて、新しくですね、また新感覚で楽しめるキーボードになってるので、ぜひですね、普段から 60% のキーボードをよく使っていて、なおかつですね、2個、買うのも嫌だと、だからもう1個で、使い回しをしていきたいっていうように思われてる方いらっしゃいましたら、最後まで見ていただいて購入していただければなと思います。それじゃあですね、実際にですね、こちらの K70 Pro Mini これから開封していきましょう。はい、お待たせしました。こちらが今回ご紹介する K70 Pro Mini というものになっております。こちらに関しましては、いいのが接続方式が、ワイヤレスでも使えるし、なおかつですね、まあ有線とかでも使えるっていう形になっているので、有線でね、まあ絶対に途切れさせたくないゲーム大会の時とかは、そういう使い方もできるし、あとはまあ外出先とかに持ってって気軽に楽しみたいよっていう時のワイヤレスキーボードとしても使えるっていうのはかなりいいかなと思います。で、ボーリングレートも 2000Hz になっているので、まあかなり使いやすいキーボードになっているのは間違いないです。一応これに関しましては RGB を採用したキーボードになっておりまして、コルセアのキーボードとか、コルセアのこういうアクセサリーっていうのはですね、 IQ っていう対応のソフトがあるんですけど、そのソフトと一緒に使ってあげることでですね、まあこうイルミネーションの変更だったりとか、まああとはですね、まあマクロの組むとか組まないとか、そういうのも設定できるので、まあそれにも対応してるっていうところでは、結構この 60% の中ではフルキーボードとほぼほぼ同じことができる、結構いいキーボードかなと思います。はい、で早速中開けちゃいましょう。中を開けるとじゃじゃーん、おー、早速キーボード出てきたな。うん、キーボード本体が出てきて、その下にマニュアルが出て、そしてこういった変換させる用のキーキャップと、あと有線ケーブルがついてくるといった感じですかね。はい。で、まあ、マニュアルはね、まあ、こういうキーボードをほとんど見ることはないんですけども、まあ、こういう感じで、いつも通りのセットが2つって感じですね。はい。で、キーキャップもついてんだね。一応これに関しては、このキーキャップを変えれるモデルにはなってるので、キーキャップ変えたいよっていう人いらっしゃったらで、コルセアで別途ですね、カスタムキーキャップっていうのも売り始めるらしいので、それを使ってですね、自分だけのオリジナルキーボードを作っていただくのもありかなと思います。最初はこのスペースバーのところがこういう感じの、なんかちょっと三角形とかがこうポトポトポトと出てるようなおしゃれなやつになってます。はい。それにしてもなんといっても小さいね、ほんと。
60% ってあんまり僕使ったことないんですけど、 60% でこんな小さいんだっていう風に思いますね。カメラ引くとこんな小さいんだよ。実際にこのコルセアのマウスもあるから、比べるとマウス12個分ぐらいの大きさなので、ほんとこう小スペースでこう作業したいっていう人にはかなりいいんじゃないかなと思いますね。あー、しかも、うん、小さいけどこうなんていうのかな、それぞれのこの間、キーの間ってのもそこまでですね、こう爪爪でもないので、しっかりとゆとりがあるので、大人のこういう指でもですね、しっかりとこう反応してくれやすいかなと思います。押しやすい、うん、すごい押しやすいなって感じがしますね。はい、で実際に K100 と比べるとどれぐらいの大きさっていうとですね、こちらの K70 プロミニに関しては、特徴が結構ねたくさんあるんですよ。で、どういった特徴があるのかっていうとですね、まずコンパクトな 60% 方式を採用したっていうところがまず一つで、これはですね、ファームファクターの高性能ワイヤレスギーミングキーボードになっていて、交換可能な MX スイッチと、あと360度の RGB ライトエッジを備えたカスタマイズにすごい優れたですねキーボードになっています。で、さらにはこちら応答速度が1ミリ S 以下のですね、超高速、スリップストリームワイヤレスに対応しておりまして、低遅延の Bluetooth またはコルセアアクシオンの、8000Hz のですねハイパーボーリングの USB 有線からお好みの方法で接続できるので、まあ有線でも速い、無線でもわりかし速い部類のキーボードになっています。で、モジュール式設計を採用していて、任意の MX 対応の3ピンスイッチと簡単に交換してキースイッチのレイアウトが微調整できる高速1億回キーストロークの、交換可能なチェリー MX スピードキースイッチでゲーミング体験をカスタマイズできるので、まあゲームでね、こう FPS を特によくされるっていう人にはかなりおすすめのモデルかなと思いました。これからちょっと繋いでいこうかなと思うんですけど、電源ここの部分にあるんだけど、これ光らせると、これをオンにピュッてやるとですね、こういう風に RGB が光ります。で、 RGB 結構明るくて、これ実際ちょっと電気消してみるとこれぐらい光るんですよね。で、かなり発色性がいい RGB ライトになってるので、結構こうゲーミングデバイスとしても映えますね。はい、このアルミニウムを使ったですねフレームに収まるこの 60% の、キーボードはですね、結構ずっしり感はある。もうこの小型サイズなのでカバンとかにも入れやすいですし、気軽に外でね、ラップトップとかでゲームをするっていうのは結構いいんじゃないかなと思いました。うん。で、結構 RGB の光り方僕結構好きで、K100 の時も結構鮮やかさとしては結構好きだったんですけど、それと比べてもですね、圧倒的にこっちの方がなんか綺麗な発色してるなって感じがします。で、ここのねコルセアのマークの下のこのラインバー、ここも光るのがね、またちょっとおしゃれだなって感じがしますね。これに関してはキーキャップに関しても結構こだわっていて、ちょっと近くに寄っていただきたいんですけど、このキーキャップなんですけど、このキーキャップはですね、極めて耐久性が高く、厚さがですね 1.5 ミリのキーキャップになっております。なのでこう厚いキーキャップになっていて、精密な成形のこの PBT ダブルショットプロキーキャップは摩擦やね退色とか反射がしにくいっていう形になっているので、なのでこの発色っていうところも結構綺麗にね、こう発色してこうキーボードが光ってるように見えるし、なおかつまあゲームをするっていうだけあってですね、やっぱこう指の移動がこう多いんですよね。そういう時にもこのトップの部分とかこのサイドの部分のね書いてある文字っていうのが、このサイドの部分のね文字っていうのも全部、消えにくくなってるので、そういうところではかなりいいんじゃないかなと思いますね。こちらメカニカルになってるので、ちょっと音をね皆さんに聞いてもらおうかなと思います。音としてはこんな感じ。どうですかね、結構カチャカチャカチャというような感じの音にはなっていて、うん、個人的には嫌いな感じではない。で、打鍵感としてもこっちの方が反発性が結構高いので、 K100 よりもこっちの方がなんか僕的には反動が結構あって、打ってるなーって感じがすごいします。こっちの方が打ち心地としては嫌いじゃないかな。こっちの方が好きかもしれないですね。一応ね、これに関しては拡張性の高いオンボードショートカットが小さいフレームにフルサイズのキーボードコマンドや便利なコントロールショートカットっていう形で、こういう感じでね、わかるかな？ちょっとライトつけよう。
このキーキャップのサイドのところにいろいろとこう書いてあるんですよね。こういう感じでショートカットがいろいろと割り当てられているので、そういう意味ではですね、フルサイズ同様の使い心地っていうのを体験できるんじゃないかなと思います。早速ですね、こちらの、K70 Pro Mini なんですけど、IQ のソフトウェアと繋いでみて、まあ、どういったことができるのかっていうのを実際見てみましょう。ちょっと IQ に接続してみました。IQ 接続時は、この有線で繋いでいただいてですね、IQ を接続していただいたら、まあ、基本こういう画面に全部出てきます。で、一応ね、アプリの、IQ のソフトウェア自体を最新のものに変えていただかないと、たまに出てこないことがあるので、そこだけね、ご注意ください。で、ちょっと今回はですね、この IQ でできることっていうのをちょっとご説明させていただくんですけど、ちょっとライト一回消しますね。はい。こんな感じで、今は、お見せした通りですね、まあ、このような形でライティングが、まあ、基本的には、レインボーウェーブという形で今できております。で、照明効果っていうところを押すと、まあ、基本的に、照明がいろいろ変えれまして、例えばレインにするとこういう感じ、ちょっとうるさいねとか、スパイラル、レインボーとかにするとこういう感じ、回ってる感じになります。で、あとはカラーシフト、カラーウェーブ、コルセアの、オーディオビジュアライザー、あとカラーパルス、水彩スペクト、そしてウォーターエフェクト、こういう感じになっております。自分でね、こういろいろと変えれる、モードがいくつかあるので、まあ、これで作っていただいてもいいし、照明タイプとかで自分でこうカラーを、組み替えてあげてもいいんですけど、まあ僕はまあこのレインボーウェーブでいいんじゃないかなと、まあ思いますね。はい。で、その他できることとして、まあこういう速度とかを速くしたりとかもできるし、ゆっくりだったりとかもできるし、まああとは、必要なキー、例えば WASD とかですね、そこら辺に関してはゲームでよく使う、まあ、いわゆるですね、キーなんですけど、そこら辺だけ色を、変えてあげるとかも、まあ、できます。はい。で、あとは、キー割り当てとかで、まあ、マクロをキーボード上に組んであげることもできるし、で、あとは、ハードウェアキーの割り当て、そして、ハードウェア照明とかで、まあ、こう、照明効果をつけてあげたりとか、パフォーマンスっていう形で、パフォーマンスを、設定で、ロック、プロファイル、MR ボタンとかそういうものを、加えてあげることもできます。はい。で、一応デバイス設定で今通常時は、1000Hz になってるんですけど、これボーリングレート 8000Hz までいけるので 8000Hz にしてあげて、まあこう設定を変えてあげた方が、まあキーボード自体のですね、本領を発揮してくれるんじゃないかなとは思います。はい。以上になります。一旦 IQ に関してはまあこんな感じです。はい。基本的には IQ ソフトウェアでやれることっていうのは今までのキーボードでやれることと基本変わらないので、まあ、コルセアのキーボード初めて使ってよっていう人じゃない限りは多分使いやすいかなというふうに思います。でね、付属で、まあ、先ほど見せたようにこういうね、オリジナルのキーが2個ぐらいついてくるので、まあ、自分でカスタマイズとかもしてもいいです。で、取り方なんだけど、取り方は、この付属のこれで、ヒュッとやってあげれば、簡単に取れます。で、後ろは、こういう感じの、まあ、十字のね、タイプのキーキャップになってるので、まあ、市販でも売られてるので、自分がね、使いたいやつ、例えばあるんだったら、買っていただいて、つけてもらっても構いません。今回はついてるやつを、ちょっと、これで、つけてみましょう。はい、キーキャップの交換に関しては、まあ、結構すぐ、取れる形になってるので、そこまでね、慣れてる人だったら時間かからないと思います。ちょっと先ほどとはまたちょっと違ったね、感じのデザインになるって感じです。で、スイッチオンしてやると、こういう感じ。うん。で、ここの、スペースキーに関しても、ちょっとライト落とすとわかるんだけど、ちゃんと透過して LED が見える形になるので、こっちの方がかっこいいかもしんないね。うん。で、コルセアのマークもこういう風に光るから、まあ、ちょっとオリジナル性が溢れるキーボードに少しなるんじゃないかなとは思います。ちょっとスペックの方をね、軽くご紹介して、タイピングソフトをやってみてですね、まとめの方に入らさせていただこうと思うんですけど、スペックとしてはですね、こちら、一応フォームファクター 60%、PC ケースとしてはアルミニウム、ブラックの、陽極酸化処理をした、まあ、フレームを使っております。で、LED 色としては RGB1680万色で、個別の LED で照らされてですね、28LED の360度のライトエッジでキーごとにプログラムが可能になっております。キースイッチはチェリー MX スピード RGB シルバーのメカニカル 45g が入っておりまして、キー動作力としてはアクチュエーション距離で 1.2 ミリ、ストロークとして 3.4 ミリの、こちらキーボードになっております。で、キーキャップは PBT のダブルショットキーキャップセット
1.5 ミリアーツでバックライトを、互換性がありっていう形です。接続方式は3つあって、ワイヤレスっていうのが1個と、あとは Bluetooth、そしてもう1つがこの有線っていう形で、この3つになっているので、僕は個人的にはゲームするなら有線。で、なんか作業、いわゆる文字打ちとかしたい場合は、ワイヤレスとかの方で切り替えてあげるのがいいんじゃないでしょうか。で、有線にする場合は、この線をつなぐだけでですね、有線モードに自動的に切り替わって、で、ショートカットをするとですね、ワイヤレスモードに自動的に切り替わるので、まあ、そこら辺はね、自由に使っていただくことが可能です。一応これに関しては、USB レポートレートとしては、コルセアアクシオンで最大 8000Hz のハイパーボーリングに対応していて、バッテリー寿命としては、キーごとの RGB バックライト効果で最長32時間、バックライトオフにすると200時間という形になっております。で、オンボードプロファイルとして、こちらございまして、最大50個ございます。で、メディアキーとして FN ショートカットっていう形になっております。その他もですね、Windows ロックキーとか高さ調整とか、そういうのも全部できる形になっていて、高さ調整をする場合はこの後ろ側ですね、ここの部分にチョボがあるので、これでチョボを立ててあげて、こうやっていただくと高さが少し上がるかなといった感じです。はい。その他、寸法としては 293×109×40 って形で、結構コンパクトではあるかなと。で、保証は2年間の、保証がついているといった感じです。その他のスペックに関しては一応サイドに載せてあるので、スペックご覧ください。これからですね、ちょっとこれを使ってですね、寿司だでもやってみようかなと思います。はい、こんな感じでですね、まあ僕タイピングすごい遅いんですけど、すごい落ちやすかったですし、早い連打とかにも結構対応してるので、かなり、使いやすいモデルではないかなと思いました。実際触ってみてもですね、普通のフルキーボードと比べると、まあ打ちにくさ、まあ多少ちょっと若干ありますけども、ギュッてなってるんで、けども、極端にね、すごい打ちにくいかってそうではないので、本当に必要な部分だけのキーボードのところを、じっくりとこう、凝縮した感じになっていて、すごいいいなって思いました。じゃあ最後まとめに入りたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらの K70 Pro Mini をご紹介させていただきました。個人的にはですね、結構使いやすいなと思っていて、60% キーボード初めて使ってみたんですけど、悪くないですね。昔結構持ち運びもしやすそうですし、なんかつなんといっても RGB の光り方がすごいおしゃれなので、僕は結構これ気に入りました。で、ワイヤレスでも使えるし、有線でも使えるっていう形で、さっきね、寿司だは有線でやったんですけど、まあ実際ワイヤレスっていう風にすると結構自由性が高い形になるので、結構そうですね、ワイヤレスでゲームをされる方にもおすすめかなと思います。で、指の押し心地っていうところで言うと、このキートップのところも若干ザラザラした感じがしていて、押し心地も快適ですごい使いやすいなと感じました。で、一応この打鍵感っていうところも結構奥行きがカチャッとしっかり押した感じがするので、ゲームをするにはすごいぴったりかなと思います。はい、ミスタッチもね、まあ起きにくいかなと思うので、僕はそこまでタイピングが上手ではないので、あれぐらいちょっとミスはしましたけども、もっとね、こうタイピング上手な人とかだったら、余計ね、しやすもっとね、こうスムーズに打ち入るんじゃないかなと思います。はい。で、まあ実際このリニアオプティカルスイッチとかと実際比べてもですね、結構打ちやすく、スコスコ感がないので、僕はどちらかというとこっちの方が打ちやすさは K100 よりも好きかなって感じがしました。はい。こんな感じで今回は K70 Pro Mini をご紹介させていただきました。非常にかっこいいゲーミングキーボードになっておりますので、ぜひ皆さんこちら、ご購入いただければなと。
と僕も言います。次回の動画でお会いしましょう。じゃあの